ぜひよろしくお願いします。波動行くようだって、待ってます。頑張って優勝目指して、頑張る、ご褒美欲しい。よし、かわいい。キラピケ。ちゃんとかわいい。あのパジャマも持ってます。そうです。今日はあの吉正さんのあのライブのあのリハーサルもしてきました。あさって吉正さんのバースデーライブ、おめでとうございます。吉正さん、いつも仲良くしてくださってありがとうございます。ということでね、まあ、会場に来る方は一緒に楽しみましょう。吉正さんも行くだって。お、マスさん髪の毛を緑に染めてました。チーム系からいえ、自意識過剰、なんかハイライトみたいな感じで緑にしてた。だから見に来る方はぜひそちらにもご注目ください。エリエリオでリハリハ GO、 代理はだって。私は次何色にしようかな、私は何色にしようかな。ピンクっぽい感じにしたいんだよね、次髪色。それか本田翼さんみたいな髪の色。なんかほんと本田翼さんの髪の色が好きすぎて、あの美容師さんに見せたんですよ。あのこの本田翼さんの髪の毛の色にするにはなんかブリーチしますかって聞いたら、あ、そうだね、ブリーチしないとこの色はできないねって言われて、ちょっとあ、じゃあまた今度やりますって。本田翼さんの髪の色か、ピンクっぽい色にしたい。お代理今は髪色何色だって、わかんない、ちょっと茶髪かな。お、くまたん、翔太とお代理しかかたんさんがくまたん立ててくれました。イエーイ、ありがとうございます。じゃあみんなでお礼言いましょう。翔太とお代理しかかたんさん、ありがくまたわー。イェイイェイイェイ、ウォウウォウウォウ、イェイイェイイェイ、ウォウウォウウォウ、くまたんタワー。ああ、今日喉塗るマスク買おうって思ってたけど忘れちゃった。インナーカラーはね、あんまり好みじゃないですね、インナーカラーは。自分がやるのは、そう見てたら可愛いって思うけど、
でもハイライトみたいな感じで入れたい。なんか茶髪だけど所々ちょっと明るい、ちょっと色違うみたいな。あれなんかさ、普通の全部同じ色だったらさ、ちょっと重なんかのっぺりして見えても、ちょっとハイライトみたいな色入れるだけでさ、ちょっとなんか透け感出ますし、なんかそういうやつもやりたい。そう、メッシュメッシュ、メールありがとう、だと撮ってくれてありがとう。逆にピンク可愛いかも、だってピンクやりたい。髪色変えるの、だって髪色変えたいね。でもちょっとあのギャルみたいな感じの色ではそうならずに、そう自然な感じがいい。なんかチャラいねっていうよりかは、そうちょっとあお姉さんだねみたいな感じになりたい。明日の波動のペンライトカラー何色にしますか？え、それもペンライトのカラーとかあるんですか？え、チーム K だから緑でいいんじゃないですか？OK。ぜひじゃあ緑で。確かに明日ライブとかじゃないからあれなのかな、ペンライトとかないのかな、なんかどういうイベントか私はあんま分かんないんですけど、とりあえず波動をするってことだけは認知。あと今日ナーミンに会ってナーミンに波動のことを聞いたら楽屋が寒いって言ってた。だから楽屋寒いとお弁当が一つしか出ないから食べ時に注意っていうアドバイスをもらいました。ためになる情報、それな、短冊取ってきました。あ、私の短冊も取りました。撮ったよ、お、イエイ。劇場当たらん、あら。ぜひ当ててください。どんな願いかな、だって、ぜひ。私の短冊探してみてください。エイトの日応募した、お、嬉しい。
エイトの日、あの、え、もう応募できんの？ぜひぜひ待ってます。今日からだって。ぜひぜひ待ってます。うん、サンリオピューロランド私も行ったことあるんですけど、なんかトロッコみたいなのが休止中で、活動活動休止中だったから乗れなくて、あと何どんなあったかな、なんかご飯がすごい可愛くて、めっちゃね、あのシナモンの、私青いカレー食べたのかな、それがねすごいね、そう可愛かった。男の子も楽しめるのかな、え、楽しいと思う普通に。東日本は夜だって、え、夜だった気がする、なんかそういう発表じゃなかった、ちょっと私もあんま覚えてないんですけど、多分夜じゃないかな。え、待って、エクステが取れかけてる、ここペタ、あ、ダメだこれ、もう粘着力が、さっきね櫛でね思いっきりガッてやっちゃったんですよここ。でもちょっと押さえつける。そう、昼公演ウエスト、夜公演イーストだって。うちもそう、全員パートはあるって発表にありました。今日オタク感すごいな、だってえ、みんなと同じ感じしますここにいるコメント欄の皆さんと。お代理本当に顔だけはタイプじゃあ性格が合わないんですかね。まあちょっと性格あれですかね、ちょっと個性がちょっと溢れ出ちゃってるんで、私ごめんなさいね、唯一無二で、もう唯が独尊ですいません本当に。個性あふれてて、もう天上天下、ゆいが独尊で本当すいません。うん、自分の性格どう思ってんすかだって。いや普通ですよ、
でもさ、皆さんが見てる私は、まあ、本当の私じゃないかもしれないじゃないですか。だってさ、配信とかステージに立ってたらさ、だってそりゃ本当の自分なんだろう。そう、まあ本当の自分なんてさ、自分でさえもわからないですから。何が本当かわからない、何が真実かわからない。そう、本当って何。そう、だから私も皆さんの本当を知らないですし、いつもエリちゃん応援してるよって、エリちゃん可愛いよって、エリちゃん大好きって言ってても陰では、いやマジで態度悪かったとかってね、ちょっと思ってるかもしれないし、もう本当はなんてわからないです。でもそう、皆さんは本当にね、いつもはい、私に勇気と元気をくれている、はい、もう本当に妖精のような方です、方々です。ティンカーベルです。皆さんは私のティンカーベルです。はい、ほっぺにオジカーベルじゃねえかって書いてあるよ。だっていや、さすがにそんな発想力なくて絶対書いてない。オジカーベルとか絶対書いてないわ、そんな発想力なくない。うん、書いてました、オジカーベルやんけって書いてました。え、全然思ったことなかった、オジカーベルやんけとか。すごいな発想力。ティンカーベルって虫やんな。だっていやいや、ちょっと待ってくれよ、ティンカーベル虫じゃないですよ。羽イコール虫だと思ってます。ちょっと羽生えてるイコール虫だと思ってる。え、じゃあペガサスも虫ですか。え、ユニコーンも虫ですか。え、ティンカーベルは妖精です。うん、でも多分ティンカーベルポケモンだったら絶対虫タイプ、虫とフェアリーかな、虫とフェアリー絶対。あ、セレビー、確かにセレビーじゃん。ティンカーベルってポケモンだったらセレビーやん。
てかポケモンの映画めっちゃ好きなんですけど、セレビーの話めっちゃさ、小さい頃にセレビーの映画見て泣いて、私がそれをお母さんに2年に1回ぐらいその話される。でも私エンテイのあの話も好きだし、まあ、ラティオスとラティオスとラティアスの話もめっちゃ好きなんですよ。てかポケモンの映画ってマジで良くないですか。最近のここ数年の映画わかんないけど、10年前ぐらいの時の映画めっちゃ全部いい。今日誕生日だけど誰にもお祝いされてない、おめでとう。最後に見に行ったのシェイミかも。ポケモン次いつ発売なんだろう、新しいやつ絶対買いたい。11月、買います絶対。タイトルもう出てるよね。バイオレット、スカーレット。私は最初はニャオハにします、絶対。最初のポケモンはもう草タイプって決めました。ピース、グーパーもお願い、パー。明日お台場行くね、待ってます。毎日アイドル100、明日100日目だ。でもさ、あれですよね、明日の波動のイベントってめっちゃ長いんだよね。夜めっちゃ遅いんでしょ。
波動のイベント。そうなんだって。そうですよ、長い。そう長い。なんか終わった後に取材あるとかって言われた気がする。多分9時半ぐらいまでだって。え、6時からやって、めっちゃ長くないですか？9時半ってもうドボンのゴールデンタイムやないかい。え、お見送りあんの？なんかもうほんと何やるか全く分かんない。お見送りもあるんだ。でも歌ったりはしないよね。なんかお見送り？ん？ナーミンにね、楽屋が寒いってこととお弁当の話しか聞けなかった。ずっと思ってたけど、ドボンって何ですか？ドボンはなんか AKB のUNO みたいなゲームです。ぜひやってください。私もたまにやるので、なんかメンバーとマッチングしたりできますよ。なんでテロップに年齢をだって。なんか年齢入れたら見に来る人多くなるかなって思って。って25歳か、見るよって思うかなって思った。15歳にすればよかった。嘘ついて。15歳寝る前にすればよかった。中学校で何流行ってますか？TikTok。 みんなやってるよ TikTok。 そう、なんか学校終わって習い事行って
終わってクモンの帰りとかみんなで TikTok してます。うん、あとみんな平成フラミンゴっていう YouTuber 見てます。うん、何習ってるの？クモンとあとバトン、クモンとあとバトン習ってます。うん、得意科目はまあ理科の今最近顕微鏡とかで、そうこのね落ちたら割れるガラスのやつとかで細胞を見たりしてます。うん、あ、そう、プレパラート。今日はメガネスタイル。そう。さっきまでね、明日の宿題してて、そう、もうちゃんともう丸付けも終わって、あーよっしゃーって感じで、ちょっとここにね、来たので、ちゃんと、そう、メガネもそのままつけてます。もう終わり、25歳のお代理に戻っておいーす、ただいまんご。みんなすごい15歳に興味津々でしたね。いや、みんなすごい15歳にすごい質問攻めでびっくりしましたよね。え、男子校だったから共学行きたかった、だって、男子校だったから共学行きたかった、
当の15歳何してましただって。中3の時、塾とか行ってた、学校も行ってましたし、まあいろいろしてました。そう、私学ランがめっちゃ好きで、そう学ラン着るの夢なんですよ。そう学ラン、学校の制服は絶対、私ブレザーより絶対学ランの方がいいと思う。女の子はもうブレザーよりセーラー服の方が好き。学ラン、学ラン大好き。フォローしました、ありがとう。中高学ランでした。学ラン着てみたいな。卒業式学ランのボタン減ってる人羨ましかったです。だってそれって本当にあるんですか、その学ランのボタンをなんかくださいみたいな、あるの？もらえ、あでもちょっと聞かない方がいいかな。なんかちょっとかわいそう、あの学ランのボタンなくなっちゃったって人っているのかな、ここに。うん、一つも減りませんでしただって。あら、俺フルで残ってたけど、だって綺麗全部残してるけど若干減りました。制服ごとなくなったよって全部綺麗にあります。中学生の時全部なくなった。心の準備だけした。卒業式記憶にない。捨てたのでなくなったと同じ。悲しい。後輩に花束もらった。ネクタイいただいたことある。だっていいな、なんかそういうの。すごなんか体育祭とかさ、鉢巻きとかもさ、なんか交換みたいな、マジで都市伝説だと思ってた。そういうのあるのかな。あでもありそう、それは。てかそんな学ランのボタンとかすごいな、漫画やん、漫画じゃないですか。普通に私体育祭のゼッケンとか自分の持って帰りましたよ、ちゃんと。鉢巻きとかも全然自分のあります、まだ。この前衣替えしてたらありました、箱の中に。しっかり持って帰ってきて可愛いだって。そう、しっかり持って帰ってきてちゃんと保管もしてあります。
あの文化祭のクラス T シャツとかもちゃんと保管してあります。さすがパジャマがジャージだけあるだって。すっぴんのお代理と聞いて飛んできた。すっぴんです。制服ディズニーできるやんだって。制服ディズニーしたことないんです。だからめっちゃやりたい。え、いいかな、やって25歳だけど制服ディズニーさ、やらないでさ、この世を去るとかさ、結構無理なので、ほんと一生に一回だけ制服ディズニーしたいんですよ。そう、ほんと夢なの。制服ディズニーしたことないから、してみたい。ひなたならノリノリで言ってくれるよ。だって制服ディズニーしたすぎるマジで。夢だった制服でディズニー行くの。どんどん難しくなるから、明日にでも行ったら、おじゃあ波動サボって明日制服ディズニーするしかないな、もう。うん、私あれやりたいんです。ソアリン。ソアリンができてからディズニー行ってない。絶対ソアリン乗りたい。乗り物なのかな、まずそこすらも。私ネタバレ見ないようにしてるから、ソアリンが乗り物なのか乗り物じゃないのかも分かんない。ちょっと皆さん言わないでください。絶対ソアリンのことに関して感動するよとかはいいけど、ちょっと、ソアリン、ソアリン。
絶叫系好きだって。え、ディズニーの絶叫系好き。なんかむき出しじゃないじゃん、ジェットコースターとか。なんか世界観あるじゃん、ちゃんと。なんかすごいむき出しで、マジで上向いたら空みたいな、で下向いたら地面みたいなジェットコースターがちょっと無理。なんか命の危機感じる。なんか生きるか死ぬかじゃん、なんかそのジェットコースターって。上向いたら空、下向いたら地面って。なんかディズニーとかだったら世界観やん。なんか生きるか死ぬかじゃない、なんかその世界だから。なんかそれがスリルなのだって。そんな、そのスリルはちょっと私はいらないですね。私あれ、なんか富士急でコンサートしたじゃないですか。あの時になんか高飛車乗らなきゃいけなくて、めっちゃ怖くて目一回も開けなかった。ずっと目つぶってた。なんかファンの皆さんと乗るみたいになったっけ。それで私高飛車担当だったのかな。でめっちゃ嫌だったけど、まあ仕事だから、まあみんなで乗るんだったら楽しいかって思ったけど、マジでこの重い、もうこの重さで感じ、もう分かった、重さで、あこれはあダメなやつだって、もうそう、あこれはこの重さはダメだって思って、もう分かる、あのこのこれで分かんじゃん、ジェットコースターってこうやって、そう、あこれは終わったわって思って、もうそれでもう目を開けなかった。そっからずっと目つぶって、で体がなんかあれって、なんかすごい背もたれにすごい自分なんか力かかってるなみたいな。でも目開けたら絶対これ空だからって、絶対開けないぞってそう、もうそう、だからもうめっちゃもう記憶ない。うん、でもキャーとかって言ったらパニックになるから、もうずっともうみたいな、もう息、もう呼吸を頑張るみたいな、もうね、私も自分でプライベートで乗りたいかって言われたらいいかなって思っちゃう、ジェットコースター、あのむき出しのやつ。
お化け屋敷も無理。お化け屋敷に行きたいっていうあの気持ちはないです、マジで。お化け屋敷お金払って行けない、私は。すいません、お化け屋敷の皆さん、逆にお金欲しいお化け屋敷入るなら。コスモワールドのお化け屋敷行ってみて。行ったことあるよ。なんかろうそく持ってね、なんかろうそくの電気みたいなの持って、なんかその震えた振動でどんだけビビったかみたいなの分かんだけど、私お化け屋敷出たらろうそく取れてたもん高校生の時なんかその振動を測るはずだったのに、なんかもう出たらろうそく取れちゃってて、えってやばいって壊したって思って、そうすいませんって、取れちゃったんですけどって、あーって、そう。怖い話もねあんま好きじゃない。ホラー映画も見ないし、絶対見ない。だからあのさよ、めっちゃ怖い番組とかあるじゃん、絶対見ない。なんか昔なんかすごいお兄ちゃんがあのドゥルルルルンドゥルルルルンっていう番組あるじゃないですか、あれを見たまんま寝ちゃって、テレビでずっとドゥルルルン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 って、なんか一番最後のなんかどの話を見ますかみたいな、全部見終わった後に出てくるじゃないですか、どの話を見ますかみたいな、あの画面になってて、ずっとその音楽がずっとドゥルルルン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 がずっと聞こえてて夜に、でえって思ってテレビ見に行ったらそこの画面で、めっちゃ怖くて、そう寝るなよって、そうめっちゃ怖かった、で寝れなくて、そう。であとお父さんがなんか着信ありっていうホラー映画をなんか家族でなんか見てたんですけど、リビングで、で私も怖いから一人無理だからその部屋にいたんですけど、ずっと布団かぶって音だけ聞こえて、でもこうやってずっと耳塞いでて、そのなんかもうでも着信ありっていう映画えぐくて、結構音とかも全部えぐいんですよ。だからもう覚えちゃって、その着信ありの BGM。 そしたらお父さんが一時期ね、なんかその携帯の着信の音を着信ありの曲にしてたんですよ。それがだからお父さんが仕事会社からの電話来るたびその BGM が流れて、めっちゃトラウマなんですよ結構。そう
からちょっとホラー系本当にちょっと無理なんです。着信ありって秋元さんなんだ。え、すごっ。私は映画は普通の映画が好きです。じゃあそろそろ終わろうかな。配信めっちゃ長くなっちゃった。じゃあみんな見てくれてありがとう。では最後におランキング読みます。いきます。13位、とっさんアットおだし。12位、筋肉愛好家。11位、アイナ。10位、日野と。9位、長健。8位、秋元太郎。7位、美穂。6位、ひとくまさとる。5位、コウコウ。4位、マーアットおだし。3位、みやちゃん。2位、くるりん。そして1位は翔太アットおだいりしかかたーん。ありがとうございます。皆さん配信見てくれてありがとうございました。明日波動よろぴくー。バイバーイ。